連合軍の活躍により。雪村、お前はロキを友と呼んでいたな。今もその思いに変わりはないのか。ケラウノスを取り返しに来た。全軍迎え撃て。またしてもあなた、我が闘志受け止めていただきます。敵の構えどこかで見たな。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだな。全く同じ布陣？それじゃあ策は突き抜けだけど。ははー、官兵衛殿、そういうことか。となれば宗則さんは南から進んでください。あ、例にびっくり兵がいるからご用心。伏兵がいるねえ。先に言われたんじゃどうにも閉まれないよ。お次は俺たちが伏兵に気を取られてる間に別方向から本陣奇襲ってとこかな。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。柴城さん、兵を伏せて待機してて。ああ、分かった。果樹、当該、行くぞ。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。こいつはびっくりだ。なんて白々しかったかね。何、伏兵を見抜いていたか。さあこれでどう。官兵衛殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。敵が伏兵に気を取られた隙に本陣をつく。別動隊出よ。行ってくるわね。はいはい、予想通りの伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだよね。見破られていては勝ち目はない。ここはもうおじさんだけで大丈夫だよ。あちらさんの救援に行ってやってくれないかい。よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと官兵衛さん、伏兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいのよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大軍。お願い、手を貸してあげて。ガキちゃんが大変や。うちが手貸しとる。待っとってや。手のかかる犬だ。だが、ここで恩を売っておくのは悪くない。一緒にガキちゃん助けてくれて大きに。商会のおっちゃん、案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと恩を売るのは芝生殿へだ。うちを騙したんか。こんないたいけな子。鬼、悪魔。紹介にしてはやるね。これで邪魔な奴らを消しやすくなると。
ならばと思っておりました。ご息女の強さはあなた譲りですね。やったね。君がいればやっぱ楽できる。なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。敵は我らの策を防ぐため兵を割いた。本陣の守りが薄い今が好機。なになに、本陣を攻めりゃいいってこと？じゃあ見てくるぜ。行くぞ雪村。兄上。棚田の戦、我らで示しましょう。孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、火星に行かなくてもよろしいのか。火星に出向いた我が輩を背後より撃つ。少し甘く見すぎた。運命殿、気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。我が輩は頑強な壁、全て跳ね返してくれる。ハン、思惑通り動いてくれたこと感謝する。なあだなあ、そんなのお互い様だって。官兵衛殿のおかげでこっちも楽できたしね。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だ。紹介殿、ご無事か。ってあなたに助けられると。いえ、礼は言いますよ一応。なかなか。あよ、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。素晴らしき働きだ。その任務への真摯な姿勢、見習いたいものよ。やったね。君がいればやっぱ楽できる。素晴らしき働きだ。その任務への真摯な姿勢、見習いたいものよ。さすがです。あなたならばと思っておりました。北と南の戦線はこっちが優勢。ホルは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なしと。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。それにしても官兵衛殿って我慢強いよね。ダッキーにずーっとこき使われて辛くなかった？牢獄に囚われていると思えば耐えられるものだ。ダッキーの懐に入り込み撃つ機会を狙っていたと。紹介だ、よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だったら芝生殿、恩が売れてたろうしな。雪村さんが先走らないか心配だったけど、さすが真田兄弟、息ぴったりだったよね。そう見えていたのならよかった。雪村の足を引っ張っていないから不安だったのだ。清盛の部隊は壊滅したようだ。これが人間の力か。もはや戦いを避けることはできないな。そろそろ本気で勝負と行こうか。ロキ殿、参ります。我らにて無双の武を示さい。受け取ろうと。私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思いがあった。我らの友情はもっと深いところにある。
刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。官兵衛殿、全部お宅の筋書き通りかい？軍師ってのは怖いもんだねえ。兵のような人間こそ読みづらく怖い存在。また味方となるとあんちゅう。あまたの火種を潰されましたな。執着しろ。天下無双は君だったか。やっとね。君がいればやっぱ楽できる。敵の出ますか。駆け引きの妙、見せてやろう。我らにて無双の武を示さ。受け止めろと。私は君を裏切る。恨んでいるだろう。いいえ、ボス、こちらにも譲れない信念があります。刃をかわさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。ここまで撤退するほかない。これぞ無双。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。ゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、ロキと刃を交わしてみてどうだった？よし、このまま勢いに乗りたいね。